こんばんは。寝ようと思ってたのに。なんかもうちょっとで31歳になるらしいんで。あと10分ぐらいインスタライブでもしようかなって思います。今バイト終わったとこなんだ。明日早いの？でもすぐ終わるから大丈夫です。5月30日で31歳になります。やっぱあれですよね、31歳っていうことに驚かれる人多いっすよね。あと7分かな。りがとう。若いっすね、顔面で。あ、布団の中の人いいんだ。ごめんね。自分にプレゼントは買ってないな。お家からです。ファンイベント来てくれた人もたくさんいるみたいでありがとうございます。5月生まれだ、私も5月生まれですって。そうなのよ、5月多いよね。明日仕事泣きたいんだ。It's my birthday tomorrow, so I'm doing like countdown to my birthday. I'm turning 31 years old. Are you sick? No, I'm not sick. ありがちょん。おうちです。あ、5日前誕生日でした。おお、5月なんか多いんだよな、ほんと俺の周りにも。Wait, is it your birthday? Happy birthday, yes. 31アイス食べないとだね、だって。確かに。31歳だしね。質問とかなんかして、私6月で近いね。ナーバスなのかな？ナーバスじゃないよ。元気だけど、夜だからね。抱負ね。抱負どうしよっかな。31歳。まあ、本当に続けていくだけなんだけどね。今の人生の生き方を続けていく力っていうのがむしろ大事かな。夜行性だよ。全然俺夜行性なんだけど、今日はみんな寝る時の、寝る前の人もいるんで、ちょっと前髪邪魔じゃないの？前髪邪魔だけど、なんか全然セットしてないから、ちょっと隠し目の方がいいかなと思った。まだ今日はこれからじゃないので。ああ、なるほどね。夜は長いからね。おじいちゃんになっても俳優でいてくれますかって。天気なら俳優だと思いますよ。
顔赤い、なんか赤く見える、うん、大丈夫。何時に寝ますか。わからにゃい。何時に寝んだろう。こっからでもちょっとまた勉強したいんだよね。勉強好きだよね。でも本当にちょっとずつやんないと何事も成し得ないからさ。あと3分、あ、もうあと2分になってるわ、やば。ちょっとなんかドキドキするね。目覚めちゃった、目覚めちゃった。なんかやっぱり31歳になるタイミングみたいな時に一人でいるの寂しいなと思って、なんか来てみた。元気もらえてる人もたくさんいるみたいで、ありがとう。カウントダウンしよっか。勉強はね、今は英語と韓国語をひたすらやってますよ。ワンちゃん猫ちゃんいませんね。あと1分、あと1分だよ。何時何分に生まれたか知ってる。夕方だった気がする、4時かな。星先生に占ってもらうときに。やばい、もうなるね。やばい、秒針が見えないからちょっといつなのか分かんない。さあさあ、30秒前ってことは、このコメントが届いてるってことはもうあとちょっとだ。やばい、31歳になっちまう。うわーうわ、いつなんの俺のこの iPhone の時計が、いつなんのって。なったありがとうございます。31歳になりました。福士蒼汰という人間もこのように命を授かり31歳31年間生きたということで、いやすごいですね。だんだん大人になってますが、心はだんだん子供になっています。毎日が少しずつ楽しく豊かになってる感じがするんでね。だからすごい、これからの人生早いと思うけど、でも楽しめそうだなっていう感覚はある。でも楽しめるように、楽に楽しめるっていうところが俺の人生の一番の抱負なので、そのために勉強もするし、勉強した方が豊かになるな、物事の解決しやすくなるなとか、うん、そういうのを結構普段から考えて過ごして、まあ、31歳もね、そんな風に過ごしていたらいいなと思います。自分も22歳になりましたっていう人がいる。同じ誕生日だ、おめでとう。いや本当、お父さんとお母さんにもお礼言わないといけないですよね。ねえ、毎年思うんだけどね、なんか心の中で思ってることをか、なんか言ったり形にしたりする方だけど、もっとなんだろう、恥ずかしがらずにしていいなって思ったりするな最近。なんでこれからはなんか行動、動いていけたらいいよね。今からビール開けるのやって飲むか。いや俺は飲まんけど。私も55歳になりました。あ、おめでとう。私も今日誕生日です。おめでとう。いやそんないる？嘘ついてない？30、あ、この5月30日そんないる？この中で、まあ、逆に同じ誕生日だから
見てくれてんのかな。お兄ちゃんと同い年。飲む飲みましょうって。ありがとう。私の兄5月30日誕生日だって。多いじゃん5月30日。俺はだから満島真之介さんが一緒で誕生日。あと少女時代のユナさんも誕生日が一緒で、あと、まあ、結構いるんですよ、何人かいて5月30日はどんな人なんだかな、みんな根は明るいんかな。みんな誕生日おめでとう、ありがとうね。 Yeah Thank you for saying happy birthday to meLike, I turned 31 years old. Oh my gosh. I can't believe it. I mean, yeah. Hola, amigo. Soy de Argentina. Argentina.そのソータ福祉、そのモルトフェルチェ、イタリア語です。今のイタリア語っていうのをなんかローマ国際が咲いた時に、スピーチしたことがあって、そのソータ福祉、そのモルトフェルチェディポテルパラティシパレアルフェスティバルインターナショナルデルフィルムネローマっていうのがあって、それがI'm really happy to be here at the Rome International Film Festival っていうののイタリア語なんで今のがね。だからそのモルトフェリチェっていうのは多分俺全然知らないけど、イタリア語すごく、嬉しいです。そのソノが自分で、私そのモルトが多分モアとかモストとかさ、なんかいっぱいって感じじゃん。だからそのモルトフェリチェ、フェリチェがもしかしたら嬉しいとかなのかなみたいな思ってる。ハング語、ハング語は、千切りやよ。오늘은제생일이에요。고마워요。全然わからにゃい。みんな言語教えてや、いっぱい言語喋りたいから教えてくれたら上 P です。はい、そんな感じで생일축하해요고마워아맞아요고마워요아フェリチェみたいな、幸せみたいな意味なんだ。新潟の方言。そうた飲むさらんへこまお。大阪弁やって、みんなありがとうな、みんなこんな世の中に集まってくれてほんまありがとう、嬉しいわ。Please come to Cebu, Philippines. Hello, I'm from Brazil. サランヘ、サランヘオ、ありがとう、みんな。チェルチョアエ。みんな韓国語できるじゃん、なんか。
ね、鹿児島弁とかみんなでも俺大奥の時もね、薩摩弁ちょっと喋らせてもらったり、まあ京都、京子とも喋ったりしましたね。ということで、ね、Can you say Ahibuk? It means love you in Arabic. Ahibuk, Ahibuk, Ahibuk だって。じゃあ、みんな、寝てください。スクショタイムなんてもう常にスクショタイムだよ。はい、最後に何か一言ということなので、皆さん31歳になりましたが、これからもね、俳優福士蒼汰、そして僕自身を応援してくれたら嬉しいです。これから先世界中で羽ばたいて、大きく羽ばたいていくので見ててほしいです。覚悟を持って生きていきたいと思います。じゃあね、ありがとう。よいしょ。